今回はラリルレロンを紹介します。今日までの世界を脱ぐのだ。ラドウィンプスの大洋次郎が綴った軸を超えた記録。待望の書き下ろし初書籍。カリスマ的人気を誇るロックバンドラドウィンプスのすべての楽曲の作詞作曲を担当する野田洋次郎。深い試作の末にたどり着いた恋愛観や死生観、音楽論。 世界中で起こっているさまざまなニュースに対する考察はたまた6月6日公開の映画「トイレのピエタ」での主演を決意するまでの胸の内などがその楽曲を想起させる独自のテンポで綴られた日記形式のエッセイ「季節して今年30歳を迎える自分今自分が何者なのか何に怯え何を喜びに生きているかまた 周りを見渡した時に生じる疑問違和感不条理を一つ一つ残しておこうと思いましたそうやっておぼろげではありますが世界と僕との距離そして愛し合い方が分かってきたように思います作詞とはまた全く違う 脳内旅行体験をすることができました野田洋次郎ラドウィンプスのファンでよかったこんな素晴らしい考え方のアーティストに出会えて幸せです以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします